はい、どうもこんばんは、ジャクロでございます。今回はですね、マスターランクが今69なんですけども、70の、解放クエストをやっていこうと思います。装備紹介ですね。相手がですね、歴戦のブラキと歴戦のディノバルド、この2体になりますので、ちょっと対策を少ししながらの装備を組んでみました。装備がですね、こっちで見た方が見やすいのかな。装飾品の、こういう感じですね。はい、武器がですね、イベルカーナの、フィロスですね。表剣フィロス、こちらを採用しております。で、カスタム強化はまだできてません。地帯レベル、まあ導きの地の、まあ進みがまだ遅くて、素材を手に入れられてないのでまだ強化はできてないです。で、装備を変えまして、カイザーで、達人芸、つけております。はい。で、ポイントはね、挑戦者をなるべく、挑戦のご意思をつけてね、挑戦を3にしてるんですけども、これもまだ挑戦の玉をね、ご意思をレベル3にできてないんで、まだまだ、効果が薄いんですけども、まあ、3つけてればね、まあまだ強いかなという形ですね。で、こちらはまあ装飾品次第になってしまうんですけども、渾身をつけてなるべく達人芸が維持できるように、しております。はい。で、まああとは普通ですかね。体力増強、これもまあ装飾品でプラス合体してるやつになるんですけども、これをつけております。あとはですね、強化持続を1個つけて、で、耐熱の装備がですね、来た時に、こちらが、3になりますので、エキスの効果が持続するというような形になっております。はい。あとは大きく変わったところはないですね。見切り7、攻撃4、弱点特攻3、こちらは変わらないですね。まあ、ゆくゆくは攻撃7にして、超回心も3にして、挑戦者も、5から7の間で、組めたら最高かなという形ですね。で、ブラキと、ディノバルド、それぞれ氷属性、水属性、水属性が弱点ですので、それを踏まえると、まあ、氷属性が一番攻撃力が高くて、属性値が高いので、高い、フィロスですね。で、こちらを採用しております。はい。ではね、早速、やっていきたいと思います。はい、一人でいいな。どこにいんだろう。16でいいか、1番かな。はい、はい、では出発。はい、ではやってまいりました。まずはバフからいきましょうね。あ、大丈夫か。流血症なんでね、クーラードリンクが必要になりますね。はい、スタミナライチ取って、ここで石ころを取って、ま、ここにいたらいいんだけどね。いるかな、いないね。ここにいたらね、落石狙えるんでね、最高なんですけど。まあ、歴戦だからデータ出てないよね。多分まあ、ここにいるでしょう。お、いいね、歴戦の。歴戦がね、あんまり、まだね、導きの地で戦えてないので、微妙なところにはなってしまうんですけどね。どのくらい強いのかな。どこにいる。あ、6番ね。どう、あ、なるほど。ブラキから倒したいね。ブ
ブラキからね倒さないとあれなんですよ、邪魔が入った時にねブラキの方が鬱陶しいかなっていう感じなんですよね。さあで、どっちもね、爆破とか火属性の、まあ、ディノはまあ火属性じゃないけど、してくるので、耐熱の装備はね、必要かなっていう、形ですかね。はい。さあさあさあ。あ、いた。いたよ。ここでなんとか食い止めたいが、はい、しまったぜ、不意打ちらったぜ。はい、どうして飛ばされるよね。ちょっと不動してないんでね。はい、あーしくったな。頭をした方がいいのかな。怒ったね、怒るの早いね。もう変身来てる間に、クラッチしとかないとね。とりあえず変身来てる間はちょっとクラッチ狙っていこうかなと思います。あ、結構こっち側に移動しちゃうわけね。これはチャンスだね。チャンスですね。これで敵ついたのかな。こっちに来てくれれば最高だけどね。石ころの方がいいね、はい、こっち来て、こっち来て、 OK。あれ、ちょっと耐熱切るか。これは時間をかけてでも下に来ないかな。ここじゃないんだよな。あのほい、ここだよ。 OK、 よし、やっとやっと、オーケー。幼虫はね爆破にしてます。で、で次乗るか。で、なんとかもう一回ラップに行きたいな、これ来てる間に。カモン。あー違うんだよな。一応強化持続があるんでね。カモン。罠にはめてもいいけど。OK。あー、ミスったな。まあ罠にはめるのが一番いいかもね、あの下でこんな動き回るやつはね。まあ、普通に戦った方がもしかしたら強かったかも。さあ、クラッチだよね。あーちょっと違うな。
スかもしれないよ。あー、チャンスだったのにな。これ、あ、これ寝てたかもしれない。まあ、いっか。まあ、いっか。バジャブがせっかく寝かしてくれたのにね、もったいないことしたね。まあ普通に戦った方が良かったかもね。もう一回クラッチしたいけど、じゃ石ころ取っていこう。バジャブがせっかく手伝って眠らせてくれたのに。さあ、うおー、ここは、ちょっとやってもらいますか。怒るかな。まあ、やっぱり、戦ってほしい。戦って、戦わないんかい。戦っていいよ。でね、ポジティブに、ここは、エキスを取っていきましょう。今のは避けれなかったな。よく見てるじゃないの、ディノバルドさん。ええよ、もう。もういい、もうええで。あなたの役目は終わったよ。後で会いましょう、ディノバルドさん。後で会いましょう。あるからね。あ、これあんまやんない方がいいかも。オッケー。あー、こっちは。オッケー。オッケー、いいね。オッケー。止まっしたら、これはやった方がいいね。これ結構強いんでね。あお、変身が終わってた。大丈夫。もう少しで、オッケー、耐熱が、落とし物は拾っといた方がいいね。オッケー。エキスを取っていく。これここに隙があります。オーケー。ああ、私も隙だらけだった。オッケー。この内割りを狙っていく。オッケー。でこの疲れてる時に確実にクラッチしていく。オッケー。今動きが止まってるので、はい、これをやっていく。動きが止まっているときにこれをやる。で疲れたらクラッチをしていく。これは絶対大事ですね。で動きがもう一回止まってるから、はい、 OK。
書きが止まってない時は振ってたまにね、のり地を貯めておくといいけどね。はい、さあ動きをよく見て、で落とし物拾っていく。で動きが止まってる時に OK、 おお、一旦ここで飛躍使っといた方がいいかな。 OK、 でクラッチしていく。これをこれは逃しちゃいけない。怒っちゃったね。 OK、 ここで必ず、まあ、クラッチしてもいいですね、ここは。でも属性攻撃でもあり。当たってないね。 OK、怒ってる時はね、爆破範囲が広いんで気をつける。すぐ爆発するからね。で、ノリチをたまに溜めていく。足がね、ダメージ入んないときついよね。おお、もうピヨってますね。まあ、ここは無理に追っかけずに寝かすのを待ってもいいけど、まあ石で攻撃しながら、はい、クラッチしてもあり。おお、おお、結構ダウンが長いね。おお、巻き込まれた、やばい。おめえ、あー違う、落とし穴で待ってればいいでしょう。カモン、オッケー。でさよならですね。はい、オッケー。さあ次行きましょうか。ディノガルド来るんでね。さあ、オッケー。ディノガルドどの辺かな、この辺に来るのかな。 OK、 おお、で天神もね、もうすぐ復活するんでね。足首がね、弱点の敵だったらすごい楽なんですけどね、手数が多い武器に関しては。ここでバフっときましょうか。おお、マジか、まさかの。なんかね、アイスボーン、この小型モンスターが強いのよ。すごい邪魔してくる。オッケー、もう来ちゃった。はい、もう吠えたよね。オッケー、はい、尻尾食べてますね。オッケー、でクラッチするよ。もう一回、もう一回、足首もう一回しときたいね。オッケー、オッケー。あ、火吐くからやっぱね、いいよね。オッケー、実はエキス取りやすいからいいやん。おお、おお、ちょっと狭いな。狭いね。オッケー、やっと戦える。オッケー、これ避けれなかったか。オッケー、やばい。お、いるんだ。嘘でしょ。なんか強くなってない？ギネオマルの方が厄介だったかもしれない。ね。OK。まあ、でももうすぐ。おー、OK。OK。おー、それあり。
ちょっとここやりづらい。ちょっと攻めあぐねてますね。ね、ディアブロスは順調やったけど、ちょっと狭くて戦いづらかったな。これよいしょっか。さあ、ケンシロウの力も借りましょうかね。ちゃんとバフロー。あ、ここは広いから戦いやすそう。オッケー。オッケー。んで、ケンシロウの力を借りて、オッケー。さあ、やっていきましょうか。これ着とけば、まあ、あの、火吹くやつは。おい。オッケーオッケー、そんな効いてないね。もう移動すんのかい。早いな。練習をやられてる。いけ。オッケー。さあ、まあ、防虫コンかるものね、一回は乗らないとね、楽しくないよね。で、オッケー。ちょっと足首ちょっとね、本当はね、あのお腹の下に入って足首ずっと攻撃するのが一番いいんだけど。おお、これはせこいね。ちょっと広いところで戦おうや。おお、無駄遣いしちゃったね。で、キスありがとう。で、チャンスなんだけどね。大丈夫。オーケー。オーケー。オーケー。結構削られるね。どこ行くんだろう。上か。どこで。一回不動を取りに帰ってもいいかもね。吠えるから。一回そこだったら。不動取りに帰ってもいいかもね。8番のキャンプにね。不動でいいかもしれんけど、まあ、いっか。もうすぐ転身が復活するからいいわ。せっかくこの効果延長がついてるから。さあ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 、オッケー。オッケー。オッケー。そろそろ総攻撃だな。ダブル爆破。もう一発。オッケー。ここでクラッチ。いいね。やっと攻撃がはまってきたね。
OK。ここでもう転身があるから楽勝ですね。で、足首行きたかったけどね。まあいいか。OK。距離を詰めるにはこれ。OK。OK。天使あるからどんと来い。で、OK。もう、弱ってんじゃないの結構。OK。今の間に、こう行っちゃいましょう。おー、オッケー、オッケー、足首は行きたいね。頭破壊してるから。オッケー、足首がね、破壊してるとやりやすいんだけどね。おお、ちょうど切れたか。もう一発来る。はい、でここでOK。 OK。 おー、 OK。 ここでちょっと回復、もう一発来るやろ。 OK。 OK。 尻尾も攻撃できてる。あー、やばい。おー、これあんま効かないな。あー、疲れてますね。もう虫の息じゃないですかこれは。 OK。 OK。 おお、これはきつい、これはきつい。ちょっと疲れてるけど、OK。 攻撃は最大の防御。 OK。 こかしたい、こかしたい、こかしたい。ありがとう、ありがとう。おお、もう虫の息だと思うけどな。怒っちゃった。もう引きずる？どうなんだろう。もうちょいから、もう一息やと思いますけどね。さあ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 、もう一息やと思うんで。あー、ここね、しびれ罠とかうまく使ってもよかったかなと思うけど。OK。しころって、バフっときましょうね。一応。寝たかな？寝ないよね、まだね。OK。OK。OK。危ない。そろそろこかしたいけどな。痛い。こけないかな。こけないのかな。おお、やばい、やばい。危ないね。火めっちゃ吹くね。もうでも結構ダメージ食らわしてると思うけどな。OK。 OK。 これは効かないからね。おお、まあでも効いてない、効いてない。塩分がないのか。
まあ、全然ダメージ入ってないのかな。でこれ、あ、まあ、捕獲できるか、まあ、捕獲させしましょう。捕獲でいきましょう。ちょっと距離離れるといけるんで。さあ、ちょっと時間はかかりましたけどね。まあディノバルトこけなかったね。こけるやつはこけるんだけどな、足首で。片手剣とかだったら、まあ、それを狙うしかないからね。頭届かないから。さあさあ、はい、ありがとうございます。これで地帯のね、6が解放されます。ハンターランクだ、マスターランクも70超えます。いやー、まあ、そんな苦戦中苦戦はしてないけど、まあちょっと疲れましたね。はい、ではキャンプに戻りましょう。いいね、27分か。まあ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 、まあ、はいはい、マスターランク70、解放されました。はい、ではね、で今後はですね、またこういう解放クエが出てきたら、放送しようかなと思いますが、あとね、片手剣をね今練習しているので、それをね、少し、お見せできればなぐらいに思ってるんですけど、ちょっとね毎日配信するのはちょっときつくなってきたかなという感じですかね。はい、なんで、まあちょこちょこは配信していこうかなと思うんですけども、まあ、毎日というわけではなくて、まあ何かイベントがあった時ですとか、まあ新たなモンスターが出てきた時なんかに、配信しようかなと思います。はい、では、最後までご視聴ありがとうございました。次回はモンスターハンターワールドアイスボーンで会いましょう。それじゃあまた。